位は結構考えてたよね。全て灰とかしてね。でしょかな。みんなの温度感を上げるこう施策を練っててんけどね。ちょっと対応しきれへんけど、これをなんとかするのがやっぱり自分なのかなと思ってて、そういうのも使います。ブラブラブラで一旦別のバンドになりましたみたいな感じはあったけどね。セットミーフリーが楽しんでくれたかな。楽しんでるように俺は見えたから嬉しかったな。あ、なんかこう殺すぞ。竹山ちゃうけどな。竹山ちゃうから。そうだから普通にあのなんかね、ツンタツかどうで、俊平かどうで、シゲトかどうでみたいな、なんかあんまええかなと思って、はい、うん、年上年上後輩みたいな、そんな感じ。パーソナリティで見てるとね、うん、だからそうだから普通にいつもやる感じのライブで行きたくてさ、うん、でもなんかこうちょっとだけメロな曲も入れてもいいかなと思って、次はちょっとメロな曲にするんだけど、でもね、せっかくライブでコピーさせてもらうんだから、あれだよね、その曲、この曲をちょっと知ってもらおうみたいな。だからちょっと、一つお願いが、OB 含む現役生にもあのいろいろありまして、なんかね、僕、愛ってすごい大事だと思うんですよ。始まった。そう、こういうとね、なんや、森が何を言うとんねんみたいになるかもしれないですけどね。いや、僕みたいにちょっとあの、擦れてるような人間は、実はすごい、ディープインサイドに持ってて、でそれをちょっとこういう場でね出してもいいんじゃないかなって感じで出したいと思っていて、ディープインサイドオンミー、そうそうそう、ちょっと押しながら T さんも言うしてくるかなみたいな感じでやらせてもらうけど、ね、2つ考えてほしいのね。あ、2つ、こう今まで付き合った中で一番好きだった、今の人が好きだったら素晴らしいけど、俺結構そんなことないと思ってて、こう昔に忘れれない人っているよね。その人一人ちょっとみんな目つぶって考えてみてや、つぶってほしい。俺みんな見えてるからね、つぶってないやつおったらあの後で LINE 個人 LINE するから。でもう一つだけ考えてほしいんだな、あのヒューマンビーイングでできれば今一緒にこのステージにおるフロアにおる中で一番こう仲いい、あ、同棲、うん、お友達かな、親友みたいな、なんとなく2人出てきたかな。じゃあその出てきたさ2人ってさ、今あなたのことを思うのかなって、それとさそんなことって分からなくてさ、あ、この人一番仲いい A さんって、その後で A さんにあの時私のこと考えてくれたっつっても、 A さんが考えたよっつってもさ、 A さんがほんまにそっか分からなくてさ、だからつながりっていうのは信頼でしかさできないもんだと思うんだよね。だからあの浮気したんじゃないのっていうちょっとメンヘラ目線はさやめてさ、人を信じようよっていう、僕たちが孤独だからこそ人を信じようよっていう、そんな曲でチームの中でマイナーだけど一番好きだから今からプレイします。よかったらそういう目線で聴いてくれたらなと思います。 We are all
説明から入るのさ、説明から入らなくていいかな。どうしようかな、どっちから入ったらいいと思う。いや、説明から入るんとこは。いや、やっぱりこのヒューマンビングってさ、僕が37期なんだけれども、34期の人がさ、被ってるわけじゃん。ザキさんとか、あのそのまあザキさんとかポテトさんとかなんかこうね。そう。で、そのザキさん俺マジすげえと思う。卒コンで1回戦のくせにめちゃくちゃ泣いてる。なんかめちゃくちゃすごいから、なんかようわからんけど。で、40期、誰かな、赤嶺ちゃんとか、カノンちゃんとか、女しか出てこないわ、吉田くんとか、うん、あれ吉田くん、はい、大輝、まあおるな、うん、なんかその、6つ、7つかな、世代でまたがってあれできるってさ、めちゃくちゃすごいよね、それ全部のサークルやねんけど。で、何が言いたいって、その人らがすごい好きだから、その4年間もいるわけよね。で、すごい例えば同期やったらやっぱ一番遊んだのは、うん、のぶちゃんとか、うん、そうそうそう、のぶちゃんだってさ、高活でさ、高活でな、俺高活やね、ごめんなそうそうそう、変に頭良くてなそう、謎のロジック付けでな、そうやな言動で人を傷つけたり傷つけなかったりなんか、まあ、そう、すごいな。ノブやってんなと思うけど、確かに言ってると俺も結構同じようなことやってんだよね。そう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 。すごいな、先輩含む後輩もいろんな、こう、ね、変になんか論理ぶってるしさ、
力も強いし格闘技もやってたし、なんかこう扱いづらかったと思うんだよね。でも俺扱いづらいなと思われながらも、こうやって人とずっと一緒にくっついてたのはすごい良かったんだよね。嬉しかったの、楽しかったので、その人がすごい自分を変な意味じゃなくて気持ちよくしてくれるというか、居場所を与えてくれたというか。でそれをキリングミーがすごい表してるなと思ってで、これなんでかっていうと、これなんでかっていうと、なんでかっていうと、キリングミーってそんな乱暴な言葉じゃなくて、すごいたまんねえみたいな、マジラブって曲やん。それはマーさんはマリファナで投影してるけど、俺はみんなに投影しようかなと思ってて、でステージの上から俺もみんなを殺せたらいいなと思って。うん、俺でボコボコにしようみたいな、ね、そんな感じでね、キングミーをやるの。キングミー知らん人、誰か、誰だ、あ、シュンシュンか、シュンシュンは知らなくても知らない、オッケーオッケー、シュンシュンも次出てくるからね。まああれや、まあ俺ライブでお涙ちょうだいみたいなのはなんか中で次やると思うけど、あんま好きじゃなくてせめて泣いてくれるやったら、俺は外込んで、宴会で今日の語り合いながら投げたらいいなと思ってるので、みんなさ、あんま締めっぽいこともやらんから、めちゃくちゃ楽しもうや。
かカモン。これじゃね。ガチ胸ガチ胸。そう。ええやろ。はい。行きましょうか。そう。楽しんでくれたらそれでいいって言ったけど、ちょっと欲張りを最後だけ最後やから言わせてほしくて。なんか目の前をいっぱい人でいっぱいにしたい。何が言いたいかっていうと、原神さんあたりからもっと前に来てほしい。原神だけじゃなくて。そうそうそう。うわあ、みんな来てほしいな。これがパンクだっけな。そう、後ろで座ってる顔、顔までは分からんねんけど、多分おびさんかな。まあそう、最後のさ、ちょっと俺にセッターだと思ってさ、顔でいっぱいにしてくれよ。それだけ最後にみたいな。なんか西健が5人くらいおったらそれでええねんけど、もう西健5人おらんからさ。いや、めっちゃ嬉しいわ、めっちゃ嬉しいわ。そうそうそう、もうこの次の曲でゲットイットアウトさんか、これ、そうや、もうこれで最後なんで、なんか喋る時間が最後になってしまうから、ちょっとあれやな、あのエモいことは言わんけど、ほんまにあの全然喋ったことあるやつはもういいやん、食べさせてよ飲んでるやつとか、そんなやつよくて、なんか3月、4月から東京やからさ、で俺平日の夜まで仕事やから、夜やったら遊べるからさ、誘ってほしいよね。うん、特に遊んだことない人こそさ、こいつから個人 LINE 来んのみたいなのがめっちゃ嬉しいからそれでさ、誘ってくれよ、よろしく。え、あ、いやいやいや、あんま遊んだことなかったわほな、最後いきます。ほんまにみんなありがとうね、うん、見てくれるだけですごい嬉しいので、ありがとうございます。ありがとう、みんなほんまに好きやね、ありがとう。Show you